こんにちは、石山浩二です。アンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日もご質問ですね。預金封鎖より財産税が気になる。骨董品扱いのアンティックコインは素晴らしい。コインから現金に戻す時のタイミングはどんな戦略かということで、1つ目、コインはインフレ対策。2つ目、コインを自分の代で売る人は 1% くらい。3つ目、コインを売りたい人は利益が出る時点で売る。4つ目、長期投資で考えた方が良いということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今日はこれ、預金封鎖の話はあまり私は信じていないというか、預金封鎖するより増税した方が早いので、増税するもしくは財産税を取るっていう方がよほど信憑性があるかなという感じです。で、まあ、コインを現金に戻すときですね、コインを現金に戻すときのタイミングが知りたいというのがご質問で、一つ目、コインはインフレ対策ということで、こちらちょっと大きい本ですが、100グレイテスト US コインズという本があります。で、これの一番目に出てくるコインなんですけど、1804年のドレープドバストシルバーダラープルーフというのがある。世界で8枚だったと思うんですけど、それしかないコインがあります。で、この本を見ると、実は価格の推移の古いものが載っていて、1960年はなんと3万ドル。で、20年後の1980年が25万ドル。まあ、8倍。もうちょいって感じですね。で、ファーストエディションが出た頃にはなんともう300万ドル、ここで100倍になってしまっている。で、セカンドエディション、これ2005年って書いてあったんですが、375万ドルで、サードエディション、2008年って書いてありました、550万ドル。もう倍率が分かんないです。180倍ぐらいですかね。で、フォースエディションですね。ここで600万ドルまでいってるのが、この1804年のドレープドバストシルバーダラーになります。で、今現在ですね、2023年、今これがいくらになってるかというと、プルーフ68なんですが、2021年にこれオークションで落札された履歴があり、なんと768万ドルになっていました。で、基準価格が今、875万ドルということで、まあ、これプルーフ68を持っていたとはもちろんならないと思うんですが、3万ドルのものが80年間で291倍になったという履歴があります。なので持っておいた方がいいよというのが結論ですね。さっきの1960年からファーストエディションになった時になんと100倍になったので、お金を使わない限りコインにしておいた方がいいという感じです。2つ目、コインを自分の代で売る人は 1% くらいということで、ほとんどの人が持ったままです。買ったら持ったままで、100人に1人ぐらい売る人がいるかなという感じで、売らない人の理由は子供とか孫に資産を残したいという人の方が多いからという感じです。あと、持っていれば値段が上がりやすいからずっと持ってるという人もいると。で、あとコインの特徴としては、1年間で値段倍になったりするコインって普通にザラにあるんですね。あの、出遅れ銘柄がいきなり化けて値段が上がったりするので、そこが非常に重要ですね。持っておいた方がいいと。あと、需要と供給のバランスで、さらに買う側ですね、需要側が増えているので、そこもコインが値上がりしている理由です。3つ目、コインを売りたい人は利益が出る時点で売ると。で、当然売りたいときは利益が出る時点で売ればいいと。で、先日も売るのを頼まれました、私が。まあ、前に買った人っていう意味です。で、その日に実は売れてしまって、正直な話、あと3年持っていれば50万ぐらい儲かったかもしれないのに、ほんのちょっとの利益だけで終わってしまったという感じです。なので、持っていれば持っているほどいいかなと。で、儲かってからまだいいと。あとは、まあ、売れたのでいいかなとは思うんですが、もっと取れるかなと。で、売れば売るほど消費税がかかるので、まあ、儲かるのは国かなという感じです。で、4つ目、長期投資で考えた方が良いと。で、コイン投資は、まあ、基本的には5年くらい持つ長期戦で考えた方がいいかなというふうに思います。で、余った預金ですね。預金、現金預金、余裕資金の中で、何パーセントかをコインにするべきかなというふうに私は思っています。まあ、これ銀行にお金預けておいても、本当に1000万円預けておいて1年で100円とかしか金利がつかないからという意味です。で、仮に1000万円の余裕資金です、余裕資金ですね、もう生活に関係ないお金、余裕資金の中で、私だったら金の地金200万、アンティコイン100万というのが今のイメージ、
余裕資金があれば運用しなきゃ意味がないので、そのように考えているという感じで、石山自身ですね、まあ、会社で買ってるんですけど、こう金の地金を買ったりは基本的にはあまりしないです。だから儲かんないからです。で、儲かんないのは金の地金は値段が上がるのにすごい時間がかかるからという意味合いです。なので代わりにアンティークコインをもっとたくさん持っていると。で、実は現金っていうのは何も生まないんですね。預金金利がつかない限り何も生まない、ただの余裕資金でしかないので、つまりこれコインを現金に戻すっていうことが質問なんですけど、戻した現金で何かに使わない限り全く意味がないというのが結論です。なので現金にするのはその人のタイミング、まあ、例えば子どもの入学のお金、受験のお金が必要であるとか、家買いたいとか、贅沢な旅行したいとか、何か使うときにコインを現金に変えて使わないという意味がないかなって、使わないんであればコインのままの方がいいかなというのが私の結論です。で、今日のまとめですね。なので預金封鎖とか財産税とかはちょっと置いといたとしても、現金持っといても全く意味がないよねと、ね、なぜならばインフレだからです。もうとにかくインフレがすごいと。で、現金持っててもしょうがないから、今の時点で子供、孫のためにコインに買いとくっていうのはすごい有効な手立てだと思います。まあ、お子さんが今仮に5歳だとしたら、50年後に売ることを考えてくださいっていうふうにコインを残せば、その時には値上がりしてるのかなという意味合いです。なので長期投資で考える、現金は何も生まない、金利があれば金利でお金増えていくけど、そのように日本は今なってないので、私の中ではですね、コインに変えておく、まあ、あと不動産買うとか他の現物資産買うとか株買うとかいろんな方法あると思うので、それは自分で考えればいいんですけど、まあ、コインは非常に長期投資に有効な手立てです。本日の動画のためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄、このように今日のようにご質問いただくのが一番ありがたいので、コメント欄にはご質問とかご感想いただければと思います。このチャンネルでアンティークコインとしてお金を増やす、守るっていう話から支配書論、陰謀論、経済の話、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間Zoom でオンラインで個別相談っていうのをやっています。アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、守りたい人に個別相談をしています。水曜と日曜日やっています。日時合わない人は日時調整もしてますので、 LINE 登録の上でですね、申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。